にプロ野球解説バトル、はい、集計が終わったようでございます。はい、午前中会った時より全然勝てなかったから。汗がもう油があって。今回の勝利チームは読売テレビで来週10月9日金曜日生中継されます阪神横浜 DeNA 戦の副音声で徳さんと私兄貴と共にご出演いただけることになります。発表します。それでは今回のバトルで最も総再生回数が多かったチームは舐める。5.1 万回国吉 TV でございます。え、ダメ、これな、俺もびっくりしたんだよ正直、はい、もうだって向こうなんか今本気でショック受けてる。ライブ中、向こうさんのやつも上げてたら500人ぐらいずっと見てる。ずっと向こうの方が人数多くて、はいはい、なんかさ、なんかできるしちゃうで。国吉 TV が1位で 5.1 万回、はい、で2位が向こうで 3.7 万回で、3位がボナール 1.4 万回、4位が大井くんで、9341回、はい、滞在時間っていうのがあるわけよ。向こうはやたら滞在時間長かったから、はい、他のチャンネルが大体滞在平均滞在時間1分なのよ、うん、56秒だと1分15秒とか、はい、向こうは2分42っていうの平均。あ、すごい、逆に長すぎる、長すぎる。逆に言ったらいっちゃおもろかったら向こうかもしれない。いっちゃおもろいのと勝つのはちゃうよ。そんなことですか。じゃあちなみに9日一緒に出ますけども、はい、あ、お願いします。意気込みみたいなありますかね、はい、お二人は。あ、せっかく出させていただくので、フレッシュさを出して前面になんとか一つだけの爪痕をちょっと読売テレビに伸ばしていこうかな。2時間で、まさって一言って、ね、一言ですね、2時間で衝撃と一言はい、状態でいきたいと思います。それでは皆さん、10月9日金曜日、はい、今度は読売テレビの地上波でお会いしましょう、はい、さよなら。ありがとうございます。